皆さんこんにちは、ヒガです。はい、ということでですね、本日なんですけれども、あとね、あと1週間後にも今大会がね、今控えてるんですけれども、最近なんですけど、体のね、1日の変化がすごいんですよ。まあ言ったら、まあ普通だったらさ、朝顔むくんでたりとかあるわけじゃないですか。まあ普通だったらあんまさ、こうあんまり体の変化って1日であんまり起きないんですけど、こういうね、このコンテストがね、こう近くなるにつれて、体のね、筋肉の変化、まあ減量してるからなんだけど、減量してるから、体がね、朝昼晩とかで全然こう見え方が変わってくるんですよ。朝だったら結構絞れてたりとか、まあ昼とかだったら結構まあいい感じに張ってたりとかね、まあ、夜だったらなんかこういろいろあったりとかね、まあいろいろあるんですけど、まあ、全部言っちゃったらちょっと、言ったら朝昼晩で今回は体の変化をちょっとね、撮っていこうかなと思います。結構変わるんですよ。まあカメラだとまあ分かりづらいんですけどね。この細かいところなんですけど、分かりづらいんだけど、それでもちょっとはやっぱ分かるところがあるんで、まあ、今回はちょっとね、それを動画に収めていきたいなと思います。まあ、これもできるのもさ、もうこの期間しかないし、普通にね、この大会が終わったらこういうのもできないから、やっぱこのね、企画にして、ね、していきたいなと思って、今回はね、動画を撮ろうと思いました。ということでですね、皆さん、ヒューガの朝昼晩、どの体が好きか皆さんコメント欄でお待ちしております。はい、ということでですね、早速やっていきたいと思います。ではレッツラーゴー。皆さんこんにちは、ヒガです。はい、ということで本日なんですけれども、大会1週間前です。今日は11月の5日土曜日、もう来週の土曜が大会なんですけど、今朝一に動画を撮ってるんですけど、今日めっちゃ上がらないな、マジで。まあ、ちょっと寝坊しちゃったんだけど、いつも6時に起きて、今日7時ぐらいに起きちゃって、で、なんか結構バット入ってる感じなんですけど、っていうか寝癖やばくね、これやばくね、普通にどうなったらこうなん、どういう寝方したらこうなんの。マジ昨日足トレやったんですけど、足トレって結構疲れるから結構体にガタきてるという。ちょっとね、こっから今からちょっと朝の有酸素運動、ただジムに向かって行こうかなと。あの朝で、あ、ちょ、おい回れ、頭寝起きで頭回ってる。それにプラス大会1週間前プラス大会1ヶ月前ですね。で、あの今からね、ちょっとあのジムに向かって行きたいなと思います。帰ってきました。今日も勝ちました、自分に。今日は勝ったわ、マジで。今日マジなんか有酸素終わったらめっちゃテンション上がった。やばい、俺は最強だ。やばい、来た。待って、今日コンディションいい。待って、今日コンディションいい。いけるぞ、来週いける。俺は勝てる。俺は最強だ。時を越えて、テンション上がってきた。ちょっと待って、マジでなんか今日状態いいな。ちょっと朝ごはんだけサクッと作ります。はい、今日もプロテインマグケーキ食べます。今日はチョコ味、久々に。最近ずっと抹茶にしてたから美味しい。あっ、ケーキやんこれ。もうケーキやん、美味しい。食ってすごい、本当に最近思う。めっちゃご飯によって体が元気になるか元気じゃないか本当に変わってくる。普
通わかんないじゃん。極限状態にいる状況からご飯食べて普通になると元気になったように感じるから、普通が元気なんだよね、なんかもう。だからなんか最近ご飯とかで、うわすげえなと思う。人間の体ってすげえって感じる。今こう例えるなら、女の子の生理が少しちょっとわかる気がする。気分がさ落ちたりとかさ、ちっちゃいことでイライラしたり、あとなんだね、優しくしてほしかったり甘いものが食べたくなったりとかさ、その気持ちは少しわかるけど、女の子がここにお腹痛いとか、 まだプラスアルファ考えるとすごいなと思う。ごめんなさい、なんか知ったような口で。もう女の子はね大変なんですけどね。でもすごく甘いものを食べたくなる気持ちと、ちょっと小さなことでちょっとイラッてしたりとか、気持ちの上げ下げがあったりとかね、そことかはなんか、ああわかるの、こう今俺生理だなと思う。はい、ということで今から、お風呂に入っていきたいと思いまーす。はい、なんでお風呂に入るかっていうと、お風呂に入ると水が抜けて体のね変化がすごく起きるんですよ。水分がね体の中抜けることによって筋肉がポンってねなるんで、なんで体の変化をね今回は取っていくっていうことで、お風呂に入った後の体のね変化はちょっとねバーンってね、結構水が抜けて血管バチーンっていうところをね取りたいんですけど、お風呂に入る前の体をねちょっとね取っておきたいなと思います。こんな感じですね。なんて言えばいいんだろうでも一つ言えるのは、前回とは全然違う。前回の大会とは5倍ぐらいいい感じにいやいい感じに筋肉もしっかり残ってるし、絞りもね、今はもう普通にご飯とか入ったりとかしてるからちょっとあれだけど、ちょっとお風呂に入っていきます。今からちょっとお風呂に入っていくんですけど、長時間入って半身浴で、待って、最近めっちゃ髪の毛抜けんだけど、ストレスこれ。最近マジめっちゃ髪の毛抜けんだよな。大丈夫か俺、本当に絶対なんか減量のあれだよな。これから入って抜けて時間経って、入って時間抜けて、で交互にお風呂入って筋肉をね癒して、体を癒して疲れを取るんですけど、それでね結構水も抜けるんで、ちょっとお風呂に入っていきたいと思います。ていうか入ってるんですけど気持ちいい。はい、じゃじゃん、上がりました。めっちゃ血管出てるわ。ここら辺とか、うえー、結構水抜けでいい感じですね。わかんないか、でもわかりづらいけど、でもカメラだとわかりづらいんですけど、すっげーここら辺まで入ってんだけど、血管が下からゾーイって、うわ、ここまでピュア入ってるし。はい、ということで今日のね体の変化の動画はおしまいです。
はい、ということで今ね、あの交互浴してきたんですけど、めちゃめちゃ疲れ取れたわ。なんかやばい、足が軽いというか疲れも取れたんだなっていう感じです。多分明日すっきりして、多分明日の朝行けるんじゃないかなと思って。このやっぱ湯船入るのいいな。また水とかも抜けたりとかして、さっきの動画なんですけど元気ちょっとしっかりとね、コンディションを整えながら今回は大会に挑んでいきたいなと思います。いやー、よかったな、今日明日頑張れそうだな。はい、ということでですね、あのこれはもうね、ぐっすりもう寝ようかなと思っております。ということで、もうね今回はもうこの後ね、水たくさん飲んでしっかり寝て、明日からまた頑張っていきたいなと思います。はい、ということでですね、今回の動画終わっていきたいと思います。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、次の動画でお会いしましょう。またねー。なんか美女よくない俺そんなことない。バイバーイ。